はい、すいません、後半です。2つのね、まあ課題といいますかね、テストをさせてもらったんですよ。これはね、テストですよって言ったわけではないんですけどね、2つちょっとねお話しさせてもらいました。1つは当時入りかけだった暗号通貨ね、これについてその方 A さんが勧める暗号通貨っていうのがありました。私も強烈にセールスを受けました。で、私が考えていた体、暗号通貨は体のエーダだったんですよ。で、私は体のエーダをもうすでに購入してますと。 A さんは何々っていうコインをね、押すんですねってことだったんですよ。それ当時クローバーコインってやつでしたね。クローバーコインをその方はものすごく押していて、いや私がいろんなね、考えの中でこれが未来を作るっていうふうにその方は言われてたんですよ。で、私は体のエーダ、特に見分けだけでも何でもなくって、勧められたから買ったみたいなところですよね。これが一つ目なんですよ。その一つ目が結論としてどうなったかっていう と、2年後そのクローバーコインっていうのは、まあ、詐欺指定されてボンになりました。ということでね、その A さん、占い師の A さんは見通せなかったわけなんですよね、その暗号通貨のことで。私はたまたま紹介された体のエーダっていうコインをその時買っていて、で今ねどうなったかっていうのはもう多くの方に、認知されたところになると思います。つまりその方の占いの投資能力はビジネスに投資に生かせたかというと、その一点を取ってみれば生かせていなかったんですよ。で、私の場合はその A さんが言われたように、久保さんは運がいいと引き寄せているってものがまさにあったわけなんですよ。私が選んだわけではなくて、勝手に舞い込んできたものに手を出したらそれがブレイクしたというねことでございました。これが一つですね。もう一つ、こちらの方が実はね、まあ、深刻といいますかね、私にとってはものすごく大きなインパクトになったわけですけども、その方は広島に来て私の紹介で、その方のね、まあなんていうか弟子募集っていうのをやってたわけなんですよね。弟子募集、ね、でその方の弟子になると、まあ、いろんなものを見通せる力がついたり、人生を切り開いたり、金銭的にもね、だんだん回復していくんですよっていう風な、そんなカリキュラムがありました。期間は1年ぐらいで、価格が150万だったと聞いてますね。で、随分高いなと思ったんですけども、参加された方が何人かいたんですよ。で、その何人かの方はことごとく金銭的には破綻していきました。1年後ぐらいにね、中にはちょっと生活保護に入っちゃった方もいたりとか、もう何うつ状態になってね、信頼をもう人に対して人間不信になっちゃった方もいて、まあ、人生めちゃくちゃになってるわけなんですよ。まあでもそこからね、なんとかそれをバレに取り戻していってるのかもしれませんけども、私とはとりあえず音信不通になっちゃいました。ということでね、振り返るとお金に関しては占いでも届かないところがあったんだなというふうにその方を通しては思いました。ただ世の中にはたくさんの、まあ、占いですとかね、いろんな霊的なものがありますんで、全部を否定することにはつながらないんですけども、私の目の前で、お金の勝負とそれから占いの勝負をした時にね、勝負ではないんですけども、ちょっと客観的に見た時に生き残ってるのは誰だったのかなっていうところでね、その占い師さんはちょっと去っていったかなと思いますね。で、私は今こうしていられるかなと。で、ここで何が言いたいかっていうと、どんなお金の勉強があるかというと、信じ始めたら終わりってことなんですよ。信じても何も生まれません。で、依存しても期待しても何も生まれないんですよ。でもやることっていうのは、自分が今日どんな商品を作ってそれを誰にお話して、でセールスをかけたかなってことの連続なんですよね。私はそう思ってるんですよ。で、そう思ってるからこそ今日みたいな現実があるんですよね。まあ、でも占いというものに関してしっかりと理解したわけでもないのに、その占いのね、右左に乗ることによって自分の人生をなんとかね、うまい方向に持っていこうとする、要するに占い師の言葉に依存しちゃったわけなんですよ。期待しちゃったわけなんですよ。そうではないと。その占い師の助言も一つの材料としてどう解釈していくのか、時にはその占い師の言ったことと真反対の方向に進む勇気もいったりするわけですよ。というのが、その占い師の方はあなた自身ではないってことなんですよね。 A さんってのは私自身じゃないんですよ。 A さんから見た私の姿と私が感じている自分の姿っていうのには差があるわけなんですよね。だから自分ではわからないところを A さんに見ていただくっていうところもありますけども、自分にしか見えない A さんにもわからないところっていうのもちゃんと切り分けることによってね、冷静に自分の歩みっていうのを取っていかなくてはならないのかなと思うんですよね。はい、ということでね、何にしても、まあ、黄金の杯を探しちゃダメってことなんですよ。これさえあれば自分はもういいんだみたいなものはないってことなんですよね。
どんな小さなことも侮れないし、どんな大きなものも安心を分けてくれるものではなくて、全てにおいて細かく吟味しなければならないってことなんですよね。そして吟味する上では失敗も当然あるでしょう。その時が肝心なんですよ。なんでそうなっちゃったのか、どこに判断のミスがあったのかってことを必ず振り返って分析しなければならない。その連続がいわゆるお金の勉強なんですよね。お金の勉強を具体的にどんなことをすればいいんですか。自分がお金を失った時なんでそうなったのかってことをきちんと解釈できるか、お話しできるかっていうところがお金の勉強になるんですよ。まあでもね、ただ単に騙されちゃったとかね、勉強不足でしたっていう言葉でごまかしてるわけなんですよ。じゃあ勉強不足っていうんなら、何をすれば勉強不足じゃなかったのかってことが明確に話せるかどうかってことが、無駄を無駄にしない振り返り方なんですよね。多分ほとんどの方はできないんですよ。これができないからやんないんでしょ。でもできないからこそ掘り下げていかなくちゃいけないし、できないからこそ私のようなね、コンサルを受けなくてはならないと思うんですよ。ただそれをほとんどの方はしないんですよ。全然しない。だから結局同じようなミスを繰り返す。お金を失うことばかりを繰り返す。お金を失って、お金に依存して、お金がなければ何もできないと思っちゃうんですけども、お金がなくたってね、できるわけですよ。で、私の体験で恐縮ですけども、お金がないところからここまでやってきてるわけですからね、必ずしもお金がなくちゃいけないってことではないと思うんですよね。